突然の辞意表明から一夜明けて、知事公舎の前にはこのように大勢の報道陣が待ち構えています。知事は何を話すのでしょうか。多くの報道陣が集まる中、午前10時45分、川勝知事が姿を現しました。知事、なぜ突然辞意を表明したんでしょうか。それだけ答えると車に乗り込み、県庁へと向かいました。6月の議会をもってこの職を辞そうと思っております。おととい、県庁の新規採用職員に対して行った訓示の中で、特定の職業を差別するかのような発言をしたことについて、昨夜報道陣の取材に答えた川勝知事、職業差別の意図はなく誤解であると釈明しましたが、どうしたらいいのか考えた結論として、6月議会終了をもって辞職する意向を突然示したのです。この辞意表明の直前、川勝知事は立憲民主党の渡辺秀衆院議員に後継指名の相談をしていたことが分かりました。後継についての話はありました。なんかそういうふうに言われてるんですが、ちょっと機微に触れる話ですので、ただ今後の話についてはですね、何か、そのような含みの形で、おっしゃられたけども。川勝知事は、この突然の辞意表明の真意について、このあと午後3時半から会見を開く予定で、そこで何を語るのか注目が集まります。